こちらお気に入りのスカートなのですが、残念ながらウエストがとってもきつくなってきたので、ウエストを広げることにしました。どうやって広げるのかというと、この線まで切ります。というかここまでしか入りません。ウエストにはタックが何本も入っているので、タックを取ればとも思いましたが、ウエストベルトも入っていて、なんだかややこしくなりそうだったので、細いところを切って合わせることにしました。丈も十分長いのでできそうです。青い線が仕上がり線です。裏地がずれないように、そこから2ミリぐらいのところを糸で留めておきました。いざ切っていきます。ここが一番ドキドキするところです。ファスナーのスライダーは下に下ろしておかないと取り返しがつきません。ここが唯一気をつけるところです。表と裏2枚合わせてジョキジョキ切りました。ちょっとギザギザになったけど大丈夫です。パイピングテープでギザギザを隠すことができます。簡単です。バンバン縫っていきます。まずは裏からです。2枚の生地と広げたパイピングテープを合わせて縫います。次にパイピングテープを半分に折って表側から縫います。見えるところなので丁寧に縫います。最後に糸の始末をすれば出来上がりです。以上、簡単なウエスト補正の紹介でした。切った分だけ総丈は短くなるので、事前に確認が必要です。勢いを得て切りたれば出番あり、タンスで眠る年月悔やむ、お粗末でした。最後までご視聴ありがとうございました。